銀河は、瀬戸内海旗船が運行しているレストラン船。神田造船所で建造され、1984年に就航した、中四国唯一のレストラン船である。瀬戸内海旗船は1979年より、スキッパータイプの遊覧船、南十字星を運航していたが、本市架橋建設に伴う広島松山、福山多土津航路の減収や他社との競合を、 見越しての新規事業開拓を行うべく、元船が建造された。船体は、瀬戸内に古くから残るスタイルをかたどっている。広島港を無事な旅客ターミナルを発着、広島湾を遊覧するレストラン船として、ランチクルーズ、ディナークルーズを中心に運航されており、船上ウェディング、中学旅行団体などのチャータークルーズにも対応する。ランチクルーズでは、 宮島での下船観光が可能である。1984年8月21日、18時58分ごろ、昭和60年台風第10号の接近に伴い、広島港宇品東台の南南東約1300メートルの地点で闘病して、過白中だった元船に、闘病により、操船困難となった自動車運搬船、サターンダイヤモンドが衝突した。 サターンダイヤモンドの右舷選手部が本船の選手に後方から約70度の角度で衝突。サターンダイヤモンドと元船は秒差が絡んだまま宇品島の方向へ圧流されたが本船が秒差の根付けシャックルを解放して離脱した。衝突により本船は選手部が内側に曲存・前後のマスと煙突、ハンドレール等に損傷を生じた。サターンダイヤモンドは 右限全部及び左業中央部外反に追損を生じた。事故原因は、空想状態のサターンダイヤモンドが、怒りを増やすなど対策を取らずに装備をし、罰病後の送船の準備も、不十分で要病後に、送船の自由を失ったため、とされた。2012年11月14日、15時6分、松山港から、八代島の伊保田港に向かっていた元船は、 双子瀬戸を採業中、風及び潮流にあつ流されに上島北西の根梨省に乗り上げた。修学旅行中の神奈川県立ほどが夜行等学校の団体162名が乗船していたが、負傷者はなく来園した両船及び巡視艇へ移乗した。乗り上げにより、本船は船底に箱を伴う久保保存、左限推進機翼の欠損。 左ンビルジキールの極損などを生じ、燃料タンクに浸水した。発行部の応急修理後、自力で造船所へ開港、修理が行われた。事故原因は、操船していた甲板長の繊維の確認が不十分だったため、とされた。ありがとうございます。